らかに。ですからやっぱり柴田さん、こうやってやっぱり今年のホークスってのは相手にプレッシャーかけていくんですよね。プレッシャーをどんどんかけてね、本当疲れさせてとか、まあ本当それでそこからのねタイムリー打ってどんどんね、これがどうだ、ライトの右です。破ってった。アリーナ走者一緒になりそうだ。三塁ランナーホームイン、二塁ランナーホームイン、一塁ランナーは三塁ストップ。勝ち越し、3対1。だから強いんだなと思いますよね、こういうプレッシャーを与えた中でのこのタイムリー、一番チームとしてもがっくりくるし、ロッテとしてもですね、ベンチとしてもがっくりなる、プレッシャーのかけ方ですよね、いや実は私柴田さんにもし仮にこの回点を取れなくてもこの後聞いてくるんですよねってお伺いしようと思ったやったきり、もうこの回取ってしまいましたね。そのまま取ってしまうんですよ、プレッシャーを与えたまま終わるんじゃなくて、プレッシャーを与えてそのまま逆転するとか、点数を取ってどんどんね厳しいプレッシャーを与え続けてますからね、続けていってますからね、まあ、こういう展開で勝ち続けてるのかなと思いますけどね、